ギズモードラディオ。こんばんは。この番組はギズモードジャパンがお送りする音声配信のギズモードラジオです。パーソナリティの吉岡です。同じくスタナー松井です。はい、ということでですね、はい、まあ、先ほどWWDC について、はい、振り返ったんですけども、本当に2分前ぐらいですけどね。2分前ぐらい、はい、はい、まあ、それに続いてですね、はい、まあ、今回後編ということで、まあ、E3 について、うんうん、まあ、何が発表されたのかっていうのと、はい、まあ、ギズモードジャパンがどこに何について注目しているのかっていうところを、はい、まあ、お話ししていければなと思っています。はい、はい、ということで、まあ、はい、まずはですね、うん、まあ、今回主にギズモードが追っていったのが、まあ、マイクロソフトの発表、はい、あとソニーの発表、はい、あと任天堂の発表なんですけれども、はい、じゃまずマイクロソフトの発表からちょっと見ていきますか。まあ、いわゆるハードメーカーに移って感じですね。はい、そうですね。で追っていったん で、はい、でちょうどその WWDC 真裏、はい、本当にこれ撮ってる部屋で僕一人でやってたんですけど、はい、が、マイクロソフトさん、はい、で、まあ、まあ軒並み予想通りではあったんですけど、はい、まあ、結構盛り上がったということで、うんうんうん、まあ、一個一個振り返っていくと、ね、まあ、まず XBOX1S、はい、まあ、スリムなのかスモールなのかっていう感じですけど、まあ、軽量版の XBOX1 が出たと。で、まあ 40% 小型化、これ 40% も小型化できるんだっていうところびっくりしますよね。まずね、マジでちっちゃい、まあ、今のその同じぐらいの性能のハードでおそらく間違いなく一番ちっちゃいと思われるのと、まあ、4K と HDR 対応になったと、はいはいはい、なんで機能もちゃんと上がってると、うん、でコントローラーの通信距離も伸びてたりもするみたいな、はい、まあ、あとなんかそのコントローラーも新しくなって、はい、なんか、カラーと刻印を入れられるんですよ。あ、それは自分でオリジナル。そうなんです。あ、そうなんですね。そのなんかサイト経由で、なるほど、注文みたいなのが多分できるんだと思うんですけど、そういうのができる。で、まあ、もちろん前使ってたコントローラーとかはそのまま使えます。はい、あ、なるほど、互換性もあると。でこれがね、次にね、はい、マイクロソフトファンは熱狂した部分であるところ、はい、電源アダプター内蔵ですよ。これね、これ本当に大きなことなんですよ。これ、まあ、僕も Xbox360 から使ってるんですけど、はい、ですね、電源アダプターがですねバカでかいんですよね。なんであんなでかいんだろうね。そう、ぐらいでかいの。こんな必要なのかなって、まあ、必要なんでしょうけど、そうそうそう、なんであんなでかくなっちゃうんだろうなっていう。あれがだからハードが小型化した上に内蔵されたので、これはねすごい小スペース。いや本当ですよ。だから、まあ、大きさで言うとですね、カステラみたいな感じ。まあ、まあ、あるかもね。カステラの一箱分のカステラがなんか置いてあるみたいな感じ。まあ、ちょっとカステラあれよりは小さいけど、まあ、なんていうの、体感的なサイズとしてはあんなもの、ね、を想像してもらうと、まあ、大体そんなもんかなって感じなので、うん、これ中に入って、はい、かつ小型化っていうのはすごいですよね。お値段もそこまで高くない、はい、299ドルってことで、まあ、3万ちょっとぐらい、うん、なので、8月発売ですね。北米でちょっと日本まだ分かんないですけどっていう感じ。結構いいなっていうところで、はい、まあ、Xbox One S からスタートして、はい、まあ、いろいろソフトとかも紹介していったんですけど、はい、ソフトは、まあ、まあ、ギアズ・ウォーとかの新作だとか、フォルツァの最新作、はい、まあ、FF、FF、バトルフィールド1、はい、マイクラ、ウィーハッピーフィューってこれすごい新作ですけど、まあ、すごい面白そうですね。面白そうでしたね。なんか時計仕掛けのオレンジとかを意識させ、うん、なんとなく感じさせるような、まあ、ディストピアっぽい、はい、まあ、ちょっとだけ概要、まあ、記事に書いたらそのまま読みますけど、はい、幸福感が得られる麻薬ジョイの服用が義務となったディストピアなイギリスの街を舞台に、薬を実は飲んでいないダウナーだとバレないように生き延びることが目的のゲームです。もう最悪でしょ。最悪の世界マジでっていう、この世界。でこれが進んでいくと、まあこれはね楽しそうですね。これ楽しそうですよね。こんなディストピア、ここまでなんかこういう感じのディストピアのゲームってあんまないじゃない。そうだね、なんかすごい直接的というよりはなんかすごいそこはかとなく嫌な感じが漂ってるっていうのはすごい
あとなんか、まあ、いわゆる SF だとボディスナッチャーとかね、あのエイリアンじゃないやつが、はい、にターンに変化してないやつが狙われていくから、はい、そうじゃないことを見破られないようにするみたいな映画があるんですけど、あ、まあ、いわゆるあれ系だと思います、はい、これ面白そうですね。でグエントとか、スケールバンド、はい、プラチナゲームさんの審査ですね、はい、とかシー・オブ・シーリフス、これもね海賊になりきれるゲーム、うん、これもね僕も やりたいなと思ってます、ね、これさ怪物作りになりきるっていうからさ、なんかバトルとかすると思うじゃん、うん、そうじゃなくてさ、なんかさ大砲とか撃った後にさ、あの 船底に穴とか開くじゃん、うん、それ塞ぎに行ったりするの、そう、そこまでできるんですよで塞ぎに行ってちゃんと作業しないとあの沈没するっていうなんかね、すごいあの海賊の地味な あんま格好なさげな作業もやれるっていう、うん、これいいですよね、だからでマルチプレイできる、うん、海賊に憧れてた僕にとっては、海賊に憧れてたんですか。割とあのハロウィンの時とか海賊の格好してましたね。それは なんでえキングなんで。僕はレゴであの南海の勇者シリーズっていうのがすごい好きです、ね、あ、なるほど、海賊のシリーズがすごい好きで、それが大好きだったんです。キング吉岡はなんかいろいろね、あの触れていくといろいろ出てくる、ね、意外とそういう一面もありますあとは、ディビジョンのダウンロードコンテンツやら、あとリコアですね、うん、とか、稲船さんのところ、はい、リコアとか、はい、あと鉄拳セブン、デッドライジング4、ストリートディケイ2などなどっていろいろ出てたんですけど、うん、ね、まずこのゲームのトレーラー見てて思っ、僕とライターがずっと思ってたのは、はい、なんでこんなに刺すシーンがいっぱい出てくるのかずっと思ってたんですよ。まあ、暴力的なゲームが多いのは、まあ、しょうがないというか、まあ、トレンドなんで今、はい、まあ、普通だなぐらいなんですけど、うん、なんかね、ほとんど全部にね、ぶっ刺してるシーンがあったの、ね、なんでかなってずっと思ってて最後に来ましたが、はい、プロジェクトスコーピオン。あ、今気づいたでしょ。そういう、え、本当ですか。いや、ちょっと分かんないよ。でも、あ、なるほどね、もしかしてそうなんじゃないか。まあ、プロジェクトスコルピオ、まあ、スコーピオ、スコーピオ、はい、サソリ、まあ、サソリですよ、はい、要は、まあ、サソリは毒針を刺すじゃないですか。あ、だから刺す部位が多かったのかなって勝手に思ってます。ということでプロジェクトスコーピオ、スコルピオが、まあ、最後にドーンって出てですね、はい、まあ、やっぱここがおそらく一番盛り上がったんじゃないかなと思うんですけど、はい、まあ、いわゆる、まあ、次世代ハード機って多分言っていいと思う、はい、ゲームコンソール史上最強だって最高の機能を持ってると大々的に歌っているので、はい、まあ来ましたかという感じでちゃんと出てきました。まあまだ物自体は出てこなかったんだけど、まあ、出ますっていうのが出て、はい、っていうところで、でこれはもうじゃあ完全に Xbox One の次のものっていうことでっていう認識で多分大丈夫だと思います。ただ Xbox One と、互換性はあるので、はい、Xbox One のゲームは引き続きできるっていうのが、まあ、売りというか、まあ、それが逆に言うとちょっと次世代機っぽくないところなのかもしれないですけど、まあ、よくよく考えると Xbox ってほとんど PC みたいなものなんで、別にそのね、できて当たり前なんじゃないのみたいな意見もありますけど、まあ、いろんなハードある中で、ね、次世代機上がると前のゲームができないとかよくある話なんで、まあ、そういうのがないのは、まあ、ファンにとっては嬉しいかもしれないですね。これはなんかその VR に対応とかっていうのは、まあ、おそらくするでしょうという感じではあります、まあ、っていうかどう考えてもこのスペックなの、まあ、そうですね、まあ、それはまあそういうことに使えるっていうことですね。すげえ GPU 積んでますから、うん、すごいですよ、うん、CPU も8K 4K HDR 対応ということで、まあ、VR ゲームにも対応するでしょうということで、うん、まあ、何がソフトウェアとして出るのかとかもあるとは思います。これはいつ発売とか、まあ、そういうことはまだもう情報が出てない、うん、まあ、存在だけが明かされたんですね。そうそう、確か、フォールアウト4の VR 対応版は確か出るのか、はい、ああなるほど、なんでそれは多分決まってると思います。じゃあそちらも注目を。名前がかっこいいよね、スコーピオ、プロジェクトスコーピオ、かっこいいですね、本当ね、はい、まあ、機
記事にソ連の秘密兵器みたいですって書いてあるこれこのねレッドスコルピオン あのドルフラングレンのネタを何人が分かったのかっていう多分誰も分かんなかったと思います。はい、僕は気づきました。はい、僕は分かりません。はい、ということで、まあ、すげえ、うん、まあいいや。はい、うん、まあ、マイクロソフトもかなり、はい、盛り上がりました。盛り上がりましたね。はい、で、まあ、次、これ、じゃあ次いきますか。はい、次の日でしたっけ、もうね。これ、次の日の、本当ね、朝ですかね。寝る時間が何時になってんだから、もう朝なんだか夜なんだか分からなくなっちゃったんで、はい、よく覚えてないんですけど。次の日の朝でしたっけ？次の日の朝ですね。朝10時からやってた。はい、ソニーさん。これがもうすごいんですよ、これが。そうですね。これもうね、もうちょっと、うん、じゃちょっと松井さんちょっと、とりあえず説明してもらってもいいですか？もう、まあ、吉岡君がなぜこんなにテンションが上がっているのかというと、はい、まあ、吉岡君、なんで僕がキングって呼んでるかというとね、キングオフ VR だと。はいはい、吉岡君は VR 大好きっ子としてね、キングオフ VR を僕はこれから守りますって宣言してたんで、はい、キングって呼んでるんですけど、はい、プレイステーション VR ですよ。そうなんです。これすごかったですね、本当に。まあ、存在は知らされてましたけど、やっぱ一番でかいのは、50タイトルが対応すると。そうなんです。これ50タイトルが対応して、このそのタイトルがすごいんですよね。まあ、まずそうですね、まず50タイトル用意できてるっていうのがまず現時点ですごいっていうのと、はい、まあ、いくつかその対応するソフトが出たんですけど、はい、まあ、やっぱ一番わーってなったのが、ものすげー気持ち気味が悪い映像がわーって流れた後に急にレジデントイーヴル、バイオハザードって出たんですよ。なんでバイオハザードの、最新作がプレイステーション VR で出ると。これはちょっとマジで怖いですね。あのいわゆる、あの本当にバイオハザード1で体験したような、うん、あ、こういう怖さをゲームで体験できるのかっていうのが、おそらくこれはできるんじゃないかなと思います。で、まあ、ちょっとあのトレーラー見た限りですけど、はい、結構なんか話の規模感がちっちゃくなってる印象を受けるんですね。もうちょっとバイオハザードってホラーを超えちゃって、あ、 SF 感、 SF サバイバルアクションみたいな風になってたのが、かなりいわゆる初期の本当の、はい、まあ、バイオ1ですね、うん、の、まあ、ホラー感、本当に嫌な感じのするホラー感みたいなのがあって、うん、まあ、まず V、まあ、あの PV ぜひ見てほしいんですけど、まあ、本当まずね、床から起き上がるところが始まるっていう、うん、で部屋がすげえ汚い、汚いんですよ。で暗い、うん、ゴキブリもいるしっていうのが最悪ですよね。それをあの VR で体感できてっていうのを考えるだけで、これはやべえんじゃないかと。だから本当に、うん、想像してる以上に、あの VR でホラーを体感するのって本当に怖くてですね。はい、その例えばあの、まあ、携帯、最近あのスマホとかでも、うん、その簡単なあのVR アプリみたいなのとか入ってたりして、うん、なんかそのカードボードとかに差し込んで使ったりすることができるんですけど、うん、そこであのホラー系のやっぱりコンテンツもあるんですよ、うん、で、まあ、そのやっぱりスマートフォンだから解像度とかもやっぱ低いんですけれど、やっぱりなんですね、そのこれつけてる間って完全に一人の空間になっちゃうんですよ、うん、どうしても、うん、でそこでまあそのヘッドホンもつけてやるってなると、もう本当にそのゲーム、普通のテレビ画面を見てるときって友達とかいたら、まあ、一緒に体感、共通の、ね、あの体験ができるし、まあ、言ってしまえば逃げ出すことができるじゃないですか。まあね、ホラー映画とか見てても布団の中隠れたりとかできるじゃないですか。でも VR でやるとそれができなくなっちゃうんで、そう、ね、本当に一人の空間になっちゃうんで、そう、本当に怖いんですよ。まあ、外したらいいんじゃねえかと思うんだけど、まあ、外せないんですけど。外すって言ってもね、あのその簡単じゃないんですよ。簡単だろ。簡単ですね。いや、ちょっとこれはね、簡単でしょ。目を閉じるとかね。でもそのだって、うん、いや怖いんですよ、これは。いや、でもいわゆるバイオワンも俺やっぱ学生ぐらいの時に初めてやりましたけど、はい、やっぱあの一番怖い状態でやりたいって考えるじゃないですか、はい、でそういう時ってやっぱ真っ暗にしてね、はい、
ヘッドホンをつけてね、はい、すげえ近くに寄ってね、はい、やってたのが、まあやっぱね、それをよりリアリティを増すためにはっていうことの没入感を考えていた結果が VR で、はい、まあそこで、なんていうのかな、多分バイオハザードってやっぱそういうゲームの、うん、もう完全にエポックメイキングだった作品で、はい、それがやっぱプレイステーション VR で、まあ、いわゆる一発目のホラーのでかいタイトルでこうポーンってきたのは、うん、まあやっぱふさわしいというか、そうですね、すごく、うん、バイオハザード嬉しかったですね、うん、なんとなくし、うん、やっぱりやりたいなと、そうですね、ただね、これもう俺ずっと会社で言ってるけどね、これはね死に出ると思いますよ本当に、あの、うん、怖くすぎて、いやでもありえますよね本当に、あの本当入り込みすぎちゃうとやばいんじゃないかっていうぐらい怖いものができてくるんじゃないかなって気もするね、うん、まあこれいい意味でですけど、あの本当ねこれは期待ですね、期待ですよね、はい、うん、でまあ他にもいくつかソフトが、まあ FPS とかね、はい、まあ FPS はそもそもそういう一人称視点なんで、はい、まあ VR 化していくだろうっていうのが出て、うん、まあ専用の眼根みたいなのが出るみたいなので、はい、まあぼちぼち出てくるだろう、まああと、スターウォーズのバトルフロントみたいなのが出ましたけど、これね、これやりたいですね、まあこれもやっぱコックピットでの視点みたいなのもあるんで、うん、まあすごく向いてるだろうっていう感じがすごいしますね、あとねこれも結構あれだなと思うんだけど、バットマンアーカム VR、 あーこれはすごいですね、やっぱバットマンになりきるゲームっていうのが、まあ、アーカムシリーズの魅力でしたけど、はい、まあ完全にバットマン視点でできるってことですから、うんうんうん、で、まあ、体をどう動かせたらどういう操作になるのかみたいなのも多分今後、まあ、おそらく専用のコントローラー出るんじゃないかなと思いますけど、うんうんうん、まあ本当にバットマンになれると、うんうんうん、バーチャルリアリティの中でみたいなのがなるんで、うん、これはねいいですね、これまだ詳細が、まあ、そこまで明かされてないって感じですよね、けど、まあ一応多分あの E3 の現場では出るとか、はい、多分できてるんじゃないかなって、今年の10月には一応来る予定ではあるらしいですけど、そして、うん、まあ一方でね、はい、あの DC コミックスがバットマンなのであれば、はい、ということでマーベルがスパイダーマンのゲームが出るということで、はい、これちょっと VR 対応なのかどうかわかんないですけど、はい、まあおいおいこういうなんていうですかね、本当異次元バトルができるヒーローゲーみたいなのの VR とかもできてくると思うので、うんうんうん、ただこれ酔いそうだよね、これ酔いそうってかもうこれそのどうやって戦うのかよくわかんない、そのどこまでがそのプロモーションムービー的なものなのか、どこまでがゲームプレイなのかっていうのが全くわかんない、最近よくあるやつですね、レベルあのプロモーションの V はすげえ良かったのにパターンと、プロモーションの V まんまだパターンがある、うん、まあわかんないですけど、わかんない、これだからこれちょっと楽しみですよね、これは本当にできたらと思うと、うん、でなかなかソフトも結構あの VR 対応以外のやつ、今スパイダーマンもおそらくは VR 対応じゃないんじゃないかと思いますけど、うん、まあ結構出ててですね、まあゴッドフォーの新やつとかはファン多いですからね、うん、あとねあトリコとかね、トリコようやくだこれ面白そうでしたねまあ去年ね突然発売予定日が出て、予定日っていうか発売される2016年に出ますって出て、はい、ね、ファンの方はすごい沸きましたけど、はい、ようやくついに発売日が出まして、はい、10月の25日と、はい、よかったっていうのもありですよね、うん、あと、ね、さっき佐々木 D が押してましたけどね、クラッシュバンティーがまあこれ HD リマスター版ですけど、うん、スカイランダーズにも出てくるってことになりましたと、うんうんうん、そしてですね、デスストランディング、まあ、これが多分ソフトで一番盛り上がったんじゃないかなと思うんですけど、まあソフトもそうなんですけど、まあ、やっぱり小島秀夫監督が出てきたと、これもねもう、はい、ね、VR の後にこれを来た時もうどうなんのって思いませんでしたかちょっと、まあ、そのね、いろいろあった中で、まあ、小島プロダクションができて、まあ、どうなるのかなっていう中で、はい、まあ、やっぱりこういう場に、ね、出てきてちゃんと映像まで出してくれたっていうのはさすが小島さんだなという気はしましたし、うん、でデストランディングって、まあ多分 V あの映像だったんですけど、まあ、今ライブでちゃんとの画面ですって言ってたんで、まあ、ちゃんとこれゲームの中での画面がちゃんと出てたらしいんですよ、ね、あ、そうなんですね、はい、リアルタイムで動いてると、うん、
言ってたんで、デストランディング、はい、ねえ、よかったね、ノーマン・リーダースがいました、はい、ノーマン・リーダースで、PT、サイレント・ヒルズの時に、はい、まあ、あのギレルモ・デルトロ監督と細野監督が組んで、サイレント・ヒルの最新作を作るみたいな話があって、それの、はい、PT に、ノーマン・リーダースが出てた、はい、ノーマン・リーダースって、ウォーキング・デッドとかに出てる、あのダリル役の俳優です、ね、ダリル役の俳優でおなじみの人ですけど、はい、が、出てきたということで、まあ、あのサイレント・ヒルズがね、無駄にならなく、はい、無駄になったとは言わないですけど、無駄にならなくてよかったっていうか、はい、本当に良かったです。でこのデス・ストランディングって、まあ、どういうゲームなのかっていうのは発表は全く分かりません。分からない、はい、ただまあおそらくでも怖い、どうなんですか、ね、怖い、ホラー系なのか何なのか分かんないですけど、うん、まあ、ちょっと不気味な、そうですね、不気味な印象の感じではあります。まあね、ノーマン・リーダースだから、ね、俺ノーマン・リーダースってウォーキング・デッドよりは処刑人のイメージなんですけどね。処刑人っていうのは、処刑人っていうのはすげえ最高な映画があるんで、ぜひ見てください。なるほど、そちらにも出てる、ね、僕は処刑人のイメージなんですよ、ね、まあ、あれで結構売れた人だと思います。ああ、そうなんですね。じゃあちょっとそちらもチェックしてみます、はい、なんで処刑人みたいなゲームをぜひ作ってください。はいはい、ちょっと演技力に期待です。すごい適当なこと言あ、そうだ、 VR で言い忘れたけどね、 FF15 が、あ、そうです、そうです、のもうどうやらあの VR 対応で、うん、ファイナルファンタジー15VR エクスペリエンスっていうのが発表されたので、まあ、これも VR 対応になる、まあ、ちょっと、うん、あの VR エクスペリエンスって言ってるので、ちょっとあのこれ撮ってる段階だと分かんないんですけど、もしかしたら別で出るのかなっていう気もします。あの同じゲームでそのままできるわけではないのかもしれないっていう感じです。まあ、まあでもちょっと楽しみですね。はい、はい、まあ、はい、吉岡さんはね、とにかくプレイステーション VR 上がりまくってましたけど、ちょっと欲しいですね、本当に、ね、とって今日が何、今日何とか言わない方がいいのかな、わかんないけど、一応10月からはい、発売されるということで、44,980円のやつと49,980円ですか、の2バージョンが出るという感じで、はい、確か予約も始まるのかな、うん、すごい、6月18日からですね、なので、今週の土曜から、土曜日から予約が、このラジオが今週に上がってればですけど、はい、今週の土曜日から、はい、予約という、これはちょっとね、これちょっとね、いや、一つ問題ってプレイステーション4持ってないんですよね。買わないといけない。そうなんですよ。はい、はい、ということで、ちょっと頑張んないと頑張んないと頑張らないと、なんか現実的なラインでね、はい、まあ、ちょっとあの噂されてたプレイステーション 4.5 ネオ、はい、通称ネオが、まあ、またどっかのタイミングでまた出てくると思うので、はい、まあ、そことプレイステーション VR がどうなるかっていうのを、うん、まあ、ちょっと注目しつつっていう感じではあります。そうですね、そこも僕もちょっと、はい、そこもあるのでちょっとまだプレイステーション4に手が出ないかな。リュー買っちゃいなよ。そうですね、だってあれよ、初音ミク VR フューチャーライブ、サイバー弾丸論破 VR、 そしてサマーレッスン、これすごいですね、過去狩りが出ます、これね、はい、これなんか泣いちゃうような気がするんですけど、泣くんですか、なんかそのサマーレッスン、ちょっと吉岡さんさっきもう激上がりしてますけど、サマーレッスン説明してあげてください。まあ、サマーレッスンっていうのはですよね、サマーレッスンっていうのはですねまあ、簡単に言うと、まあ VR の世界の中で、まあ、女の子にまあなんか勉強を教えるみたいな、もうちょっと簡単、そういった概要しか知らないんですけども、まあまあまあ、まあ、合ってます、はい、でまあ、そのまあサマーレッスンっていうほどなんで、まあ、夏が舞台というか、はい、夏を舞台にした、まあ、ゲームなんですけど、これなんかね、そのなんていうんですか、ノスタルジーというか、なんか
そういうところになんか僕かかりかけてくるような家庭教師のバイトでもやってたんですけど、まあ、全くやってないんですけど これね、あのホームページ見ると彼女は本当にそこにいるって書いてある。いやプレイステーション VR であればと、まあローンチ予定、プレイステーション VR 発売の10月13日と同じ日に出る、はい、まあ、吉岡さん買うと思いますけど、はい、そうです、ちょっとね、あのまだ先なんで分かんないですけど、その模様はねちょっとギズモードで、はい、動画ですか動画、はい、ちょっとぜひね、横山監督が、あの今回のね E3 の、 あの素晴らしい煽り V を作ってくれた横山監督が、はい、吉岡君がサマーレスのプレイする模様を、はい、神編集で大爆笑、大爆笑はどうかわかんないけどで、ね、映像に収めてくれるかもしれない、これちょっと楽しみですね。まあ映像に収め、ちゃんと収めれるかどうか。どういうことそれ、何興奮しすぎてカメラから出ちゃう。まあまあまあ、ちょっとそれはまあ僕もまだわかんないですけど、何か起こる可能性もあるんで、僕自身の身に入れてですまあまあちょっと、まあ、いわゆる VR でのコミュニケーションゲームなんで、はい、まあどうなるか。でだでも相手は女の子なんで基本的に女の子目見れないんだから、あ、だからそういうの克服にもいいかもしれないですね。練習になるかもしれない、練習にもなる。なんか大丈夫かな、なんか変な覚え方でしてそれはちょっと不安ですけど、 VR で間違った現実の認識をしてしまうんじゃないそうです、それ、そう、はい、それはちょっと心配です。そこの線引き大事かもしれない、はい、まあ、そういうところもあります、はい。でまあ最後これ任天堂ですね。任天堂さん、はい、ちょっとね今回他の会社さんと違って、いわゆるカンファレンスで登壇してっていう形じゃなかなくて、はい、任天堂ツリーハウスってところでずっと配信を行ってて、はい、まあやる前から言ってたように、あの任天堂の新しいハードNX の発表はなかったのですが、はい、それ残念でした。Wii U とその次世代ゲーム機 NX で発売される、新しいゼルダの伝説が一番メイン、はい、すごい何時間やってたかな、ものすごい時間やってましたけど、うん、が、出ましたということで、ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドっていうゲームの、V とあとプレイ動画ね、はい、すごい長い時間やってた。これがですね、まあ面白そうです、ね。ああ面白そうでしたね、これは。本当あのオープンワールドだっていうのもそうなんだけど、うん、本当に自由度が高いのと、うん、まあこれまでのゼルダっぽい、まあデフォルメって言ったら変だけど、がちょっとまあなくなったのかなっていう印象もありつつ、うん、まあいわゆるそのゼルダってあのハートがねなくなると死んでしまうっていうのは、はい、まあ変わってないんですけど、そのハートを回復するのに。はい、実際に物を食べる必要があると、はい、でリンゴとかがある、あとはねあのキノコとか、まあ、任天堂のゲームなんでね、やっぱキノコ落ちてるじゃないですか、はい、があって、まあ、それを拾って食べたりとかするんですけど、うん、これがすごいなんですよ、料理ができるんですよ、うん、集めて素材とかに集めて、うん、マッシュルーム料理とか作ってくれるんですよまあでかくはなんないですけど、まあ、みたいとか、まあ、いろいろあって、うん、まあ、なんかちょっと印象としてはモンスターハンターとかグランドセフトオートとかをゼルダの要素に混ぜ込んだみたいな感じで、まあでもグラフィックはすごい、なんていうか、その放送の中でも言ってたんだけど、いわゆる日本の伝統的なアニメっぽい、はい、そうですね、まあ下手くそな表現ですけど、まあちょっとジブリっぽい感じの雰囲気とかも感じさせつつ、まあ本当とにかく自由度が高くてね、そうですね、デモの中で放火しまくってましたけど。僕はしまくってます。草が切れるっていうのが、ね、いつものゼルダのやつですけど、まあ、その草に、ね、火をつけたりとかできてるのと、V でもやってたんだけど、はい、GTA とかでもよくあったんですけど、なんかピタゴラスイッチ的にね、なんかいろいろ仕掛けをしてドカーンみたいなのができて、うん、樽をいっぱい並べたところに火をポッてやってドカーンボーンみたいな、自分も爆発して飛んでくるみたいなのをデモでやってましたけど、うん、なんかそういうバカ動画系とかもすげえ流行りそうな感じもありつつ、うんね、うん、まああと今回、神殿じゃねえ、なんだけど試練の祠みたいなところがいっぱい用意されて、はい、まあ、その中で、まあ、いつも通りのゼルダの謎解きができたりみたいなのを、うん、ま
あ、非常に美しい映像ということですね。なんていうのかな、やっぱ景色がすごく綺麗。そうなんですよね、うん、世界観がすごく綺麗なんですよね。それもなんか、うん、まあこれもなんかちょっとジブリっていうか、なんていうのかな、ラピュタの最後の方みたいな、ちょっとディストピアっぽいんだけど、うん、それによって自然がすごいできちゃったみたいな、はいはい、感じの世界観、うん、で、まあ、これデモで出てきたのは、まあ、大地プラトンって言われて多分大地で、はい、そこから下にまた世界があってものすごい広大なマップが広がってるんだっていう状況なので、はい、ちょっとどういう風になってるのか分からないのと、うん、結構ストーリーがぼかされてて今の段階で、うんうん、そうですね、で多分このままぼかしたままいくんじゃないかなと思うんだけど、うんうん、まあ、多分進めるごとにようやくどうしてこうなったのかっていうのが分かってくる、うんうんうん、っていうのがちょっと多分今までの前提とちょっと違うかなっていう、うんうんうん、明確な目的がそこまで見えてきてない、はい、言われつつですね、うん、これはね、これやってみたいですね、まあ、やっぱゼルダもすごいね、長寿のやつで、うん、まあ、必ずハードが新しいの出るたびにまあ出るし、うん、まあどれも名作だしね、はい、まあ、佐々木 D はあれですか、神々のドライフォースすげえやったぞ、ドライフォース、もうそう、まあ、僕もすごいやりましたけど、もう僕最初のディスクシステムのゼルダとかからやってる人間なんで、まあ、あとね名作というか、まあ、いっぱいあるけど、まあ、64版とかもすごい、僕はもう完全に64版の世代ですね、あれもいいゲームでしたね、トムジャーの仮面、今回初めてそのブレス・オブ・ザ・ワイルドってそのタイトルもねちょっと特殊なんで、うん、今まで敵の名前とかなんかの名前だったのが、うん、まあ、世界観自体の名前になってるっていうのが今回新しいということで、はい、ちょっとすごい楽しみですね、自由、この自由度の高さは、ね、うん、どのぐらいあれなのかな、でもなんか難易度設定とかあるみたいなので、あ、多分結構難易度高く作ってあるんじゃないかなっていう予想あります、はい、これもね NX 対応なんで、まあ、NX でやるときにどうなるのかっていうのもちょっと、ね、NX が本当にどうなるかっていうのがちょっと未知数で、まあおそらくスペック的には VR 対応だろうとは言われてますけど、うん、まあそれちょっとわからない、そうですね、だから VR 対応っていうのはどういうことなんですかね、まあそれもまだ予想でしかないので、はい、まあちょっとどのタイミングでね発表されるのかわかんないですけど、うん、まあでもそんなに遠い未来ではないと思われます、うんうんうん、はい、そしてポケモンサンムーン、はい、出ましたね、まあ、これ 3DS のゲーム、はい、今回ねなんかマイナーチェンジに見えるのかもしれないけど、まあ、ちょっとね頭身が今までより大きくなってたりとか、はい、なんかよりその、まあ、ポケモンの世界観ではあるんだけどより没入度を高めようっていう、はい、まあ、なんか最近のゲームの鍵が没入度になってきてるのかなっていう印象もすごい受けるんですけど、そうですね、まあ、ポケモン同士が戦うときにトレーナーの姿がちゃんと見えてたりとかっていう、そういう細かい変更とかもありつつ、まあ新しいポケモンが出つつ、まあ、あとエリアが完全に今までとは違ってつながってない完全な島なんで、で今までに出てきてないポケモンも出てくるし、これまでに出てきたポケモンも出てくるということで、まあこれはねもうどう考えても安定して面白いはずなんで、そうですね、あとねバトルロイヤルモード、バトルロイヤルモード、プロレス好きとしてはバトルロイヤルっていう言葉だけでちょっと印象がありますけど、はい、ね、ということで、まあ、20周年なんで、ね、これも結構いい感じ でこちら11月18日にリリースということですね、はいはい、で、この時の発表ではなかったんですけど、はい、正確に言うと今日ですか、はい、明けて今日、ポケモン GO ですね、これありましたね、 Q&A がありまして、これがね、はい、意外にポンポンと重要なことをいっぱい言うなと思ってびっくりしたんですけど、はいはい、まず一番すごいでかかったのは、7月中に出したいと、7月中来月ってことですかということで、思ったより早いっていうのを、宮本さんがね、はい、7月中にということでこれが出るわけです、まあ、ポケモン GO はね、Google とかと組んで、はい、ニアンティックラブスっていうところとゲームフリックっていうところがニンテンドーさんと組んで作った、はい、まあ、いわゆるその位置情報とかを使って世界中でポケモンと出会えるよみたいな画期的なゲーム、はい、
町田さんが玄関開けたら見るって言ってましたけどそういうことが、要は現実の世界でポケモンを探しに行けるっていうゲームがスマホを通してできるようになるということで、これも結構ね注目を浴びてましたけど、思ったより早いということでね、7月なんでこれちょっとやらないといけないですね。ですね、これもぜひ実際にやって、うちの会社に何がいるのかっていうところ、うちの会社何いんだろう、何がいるんですかね、まあ、おなじみのポケモンが出るのか新しいポケモンが出るのかちょっとね、そうですね、そこら辺はちょっとわからないですね、はい、で、まあ、アプリは7月中で、まあ、デバイス、まあ、ポケモン GO プラスでデバイスも出るんですけど、まあ、それ下旬、7月下旬ぐらいになるんじゃないかなと言われていますが、まあ、どんなに遅れても8月には多分できてるんじゃないかなということで、ということは夏休みはこれで遊びまくるっていう、多分夏休みを考えるとやっぱり7月に間に合わせてくると思う。まあ、でも多分それ考えてますよね。いやもう絶対絶対そうですよね。そこはやっぱ任天堂さんなんて、まあ、そういうところが、まあ、やっぱ子供がやることも想定してますし、まあ、大人も、ね、大人の夏休みはと言いますから、まあ、今年の夏休みはポケモン GO をやってみてはいかがですかっていう感じは、なるほどなるほど、はい、E3、 はい、E3、 はい、振り返ってきましたね、はい、はい、ということで、まあね、ちょっと今回 E3 の発表もどれもすごい期待させるものばかりだったので、今年はまあいろいろ、まあ、年末にね、あの PSVR も出るし、いろいろと楽しみが待ってますね、うん、そうね、VR、 VR とゲーム、 VR 対応のゲームがやっぱ鍵を握ってくるというか、うん、ギズモズ的にはやっぱりすごいテンション上がってるのと、はい、やっぱり VR ってコンテンツなんだなっていうのがちょっと出てきたなっていうのがあるので、まあ、やっぱりゲームに関して言えばコンテンツで VR の機器を選ぶ時代になってくるのかなっていう気がしますね。だからやっぱハードと一緒ですね、うんうん、なんでどのゲームがどの VR 機器出てるからこれを買おうみたいなのがちょっと来年ぐらいはもう完全にそうなるんじゃないかなって気がしますね。はい、はい、戦争ですね、はい、戦争です、はい、VR 戦争、 VR 戦争勃発ですね。まあそうね、ギズモード的にはあれですか、全部並べないといけないですかね、そうです、これぜひ並べてほしいんですよ、僕としての思いは、はい、はい、ということでねすごい、ね、意地悪なカンペがずっと出てますけど、ね、カンペが出てるんですが、はい、はい、ということでですね、あ、でしたちょっと僕のレベルにはちょっと僕まで足してなかった足してない、はい、いやでも成長してるんですよね、まあまあ個人的には、まあ他の人はどう思うかは分かんないですそこをね、まあ、フィードバックも欲しいなということでですね、はい、そのギズモードラジオはあの宛先も、あ、宛先じゃないギズモードラジオはですね、あの、まあ、感想とか、はい、まあ、あのこういう企画やってほしいとかっていう、まあ、そういうメッセージもあの募集してますので、あの、まあ、どしどし送っていただきたいなということで、まあ、そのメールアドレスがあるんですけども、はい、そちらの宛先をお願いします、はい、GIZRADIO @MEDIAGENE.CO.JP です、はい、でもしくはあのサウンドクラウドのメッセージ欄や、まあ、YouTube のコメント欄からの、まあ、あのメッセージもお待ちしておりますので、はい、あの何でも何でも言ってきてください、ね、何でも対応するんで、結局 CM3 どうなったんだっていうのはみんな思ってると思うんで、はい、ちょっと、ね、はい、CM3 談義をしてください、コメント欄で、はい、そうですね、はい、まあもう全然乗ってくれない、まあ、ちょっと僕はあんまりシェームズ3がよくわからないということで、あ、これは今の発言にキングどういうことだと、はい、シェームズ3にテンション上がってないとどういうことだみたいなコメントいっぱい来ると思うんですよ、はい、まあ教えてください僕に詳しく詳しく教えていただけたら嬉しいなと思っております、はいはい、まあ、それだけ素晴らしいものっていうことは知ってるんですけどね、うんうんうん、素晴らしいものっていうことは知ってます、はい教えてください、はい、まあということで、はい、はい、まあ、まあね、
E3 もすごく素晴らしかったなということで、はい、前後編で前後編でお送りしました E3 でお送りしました、お送りしました。佐々木 D、 来週は何をやるんですか。来週は首をかしげてるので、はい、これから考えるなと思います。これから考える、はい、来週も撮らないとミスター鈴木こと新しい鈴木 P に怒られるので、はい、来週もちゃんとやります、はい、ということで、ではまた来週。あれ、なんとかでなんとか、あ、そう、それ忘れてた、はい、それじゃない、はい、それではテクノロジーを愛で伝えるギズモードラジオでした、はい、また来週。